はい、新キャラ攻略2人目ですね、はいはい、次はカプコンサイドからの、はい、フランクウエストと、はいはい、デッドライジングのキャラクターですね。そうですね、もう1人でねゾンビ数千人、まあ、数万人との戦いを繰り広げる男ですから、はい、あかなり強いと、もともとはね、タツトコ VS カプコンでもね、一回再生したんですけども、ね、今回はまた打って変わったキャラクター性能になってるっていうことでね、はい、どんな性能なのかっていうところなんですけど、まあ、フランクの特徴はなんといってもあれですね、レベルシステム、ここにありますね。ヒット数で、ヒット数によってこのスナップショットっていうのがまた性能が変わりまして、はい、こういうヒット数が多いほどカメラを撮るとレベルが上がっていきます、はい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 、で10ヒットでレベル2、はい、30ヒットでレベル3、はい、50ヒットでレベル4、はい、100ヒットでレベル5、はいはい、そうですね、まあ、それぞれで、ね、体力も上がったりとか、ね、レベル3になるとまた通常技の性能が変わって M 攻撃と H 攻撃も変わる、はい、でまあ、レベル4、5でも変わると、はい、必殺技の性能もまた変わる、そうですね、まあ、かなりどんどん強くなってくるね、レベル5になるとかなりの強さが変身するんですよね、はい、じゃあ次は必殺技の方を見ていきたいんですけど、それですかね、はい、まあ、必殺技中に動くしたいのがまたレベル1、はい、2、レベル3、はい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 、レベル4、5でそれぞれ性能が変わるってところですね。そうですよね、はい、持ってる武器がねいきなり変わりますからね。さらにあれですね、レベルによってまた必殺技が追加されると、はい、そこも注目してほしいですね。そうですね、一応あの必殺技の中に、まあ、レベル2以上でしか出せませんとかも記載させていただいてますんで、はい、そこも含めてご覧になっていただければと、ね、知っておけばという感じですね。でまず1個目 How to use、はいはい、これがアイテムで攻撃する必殺技なんですけども、はい、まあ、レベル1の L はこのスッポンで攻撃する、はい、相手を引き寄せる効果があると、はい、で M 版がバット、これは壁バウンド効果ですね、はい、で H 版がこの斧を振り下ろす攻撃でダウンを1属性、さらにバウンド効果がある、はい、中段ですよねこれね、はい、中段ですね、はい、まあ、どれも空中で使える、はい、まあ、基本的にコンボに組み込むのが、ね、主な使い方になるんじゃないでしょうか、ね、なるほどなるほど、はい、じゃ次がそのままレベル3の場合、レベル3、はい、デッキブラシで攻撃すると、おっとリーチがいきなり伸びましたね、リーチがかなり伸びますね、はい、M 版がまあ同じくバット、はい、で H 版が斧を振り下ろす、これはさらに振り下ろすパワーが強力になって相手をかなり浮かすので、はいはいはい、次がかなり強力になってますね、まあ、バウンド後の次がやりやすいと、はい、そうですね、はい、まあ、ダウン落ち可能なのでね、はい、まあ、これもまたコンボにといった感じですね、はい、はい、レベル4ということ、これが来ましたね、チェーンソーをいきなり使い出しました、おっとかなりパターンヒットしてダメージも高いと、はい、はい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 、また連続技補正も受けにくいんでね、単発のダメージも高くなるんでね、なるほど、まあ、もう全然面白くありますねこれね、はい、まあ、これ効果的にはまた M 版も壁バウンド、はいはいはい、H 版地面バウンドと、まあ、まあ、属性は変わらず、そうですね、まあ、これもまあコンボに使っていきます、なるほど、ね、で続いてがスナップショット、はい、これがフランクの鍵を握る必殺技ですね、はいはいはい、カメラでシャッターを、ここでそのコンボ数を取ったらそのねポイントが得られるってことですよね、そうですね、はいはい、まあ、空中でも地上でも使えて、はい、ダウンを1属性になる、はいはいはい、まあ、攻撃判定が広いので牽制に使えるんですけど、はい、まあ、ちょっと隙が大きいのがちょっと難点、ね、まあ、単発のダメージも少ないしってとこですよね、はいはい、これラウンドハウスキック、はい、これレベル2から使えるわけですね、はいはいはい、この L 版がフェイント、はい、M 版がミドルキックでヒット時にハードダウンと、はい、H 版が足払いでダウン1属性があると、おー、なるほどなるほど、まあ、基本的にコンボの締めに使うっていうのが、はい、ね、これが H 版ですよね、そうですね、はいはい、H 版ですね、はい、次がジャイアントスイングですね、はい、プロレスの技でもおなじみの、はい、足を捕まえてぐるぐる回りながら相手を放り投げると、ああもう名物のゾンビがこのためにやってくるんですね、そうですね、ゾンビを掴んで、これ L 版が発生が速くて、はい、飛ばす距離が短い、はいはいはい、H 版が発生が遅くて、はい、回転数が多くて飛ばす距離が長いと、はいはいはい、F 版はその中間といった性能ですね、はい、なるほど、基本的に L 版を通常の突き消しに使うと、はい、ですね、またハードダウン効果もあるんでその後次できたりしますね、なるほど、次はハンマースロー、またこれもプロレス技なんですけど、はいはいはい、相手を押して走らせると、はい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 、L 版と M 版は基本的にこの飛び道具的な使い方ができます、ね、はい、で H 版はこのヒット時に相手を拘束すると、はい、一定時間行動不能になるので、はいはいはい、まあ、ダッシュから、まあ、コンボを決めると、はいはい、使いますね、なるほど、次、はい、ナイスボトル、はい、これドリンクを飲むと、はいはいはい、これでカメラのヒット数による経験値が2倍になると言ったわけですね、あ、なるほど、まあ、でもなんか時間を経つと酔っちゃうので、はいはいはい、で時間無防備になってしまいますね、はい、次はフライングドッジと、はい、まあ、これは前転ですね、いわゆる、はい、こう発動中無敵で相手をあ、まあ、くぐれると、はい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 、まあ、これアシストと組み合わせばガード崩しも使えると、はい、はい、じゃここからハイパーコンボですね、はい、レッドライディング、はい、このアイテムを乗せてカートで突っ込む、ショッピングカートが、はい、はい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 、そうですね、まあ、ダウンを1属性があって、はい、攻撃発生が入るので、まあ、基本的にコンボの締めに使いやすいです、ね、なるほどなるほど、
まあヒットが壁バウンドするんで、まあ、まあ、ディレイドとかでもね、結構ディレイドとかハクターで追撃しやすいって感じですね。はい、次がファニーフェイスクラッシャー、はい、はい、これがいわゆる対空投げってやつですね。はいはいはい、はい、発生後まで無敵時間があるので相手のジャンプ攻撃を捉えるといった使い方ができますね。なるほど、まあ、強力なだけにやっぱりレベル3以上でないと出せないっていう。そうですね、ヒット後はこのハードダウン状態となるので、はい、まあ、このハウトユーズの H 番で追撃する。ああ、なるほどなるほど、まあ、ここからエリアに行くと、まあ、コンボもいけますと、はい、そんな感じですね。なるほど、次がケースウエスト、はい、はい、まあ、このパイ投げを、はい、突進しながらパイ投げで攻撃する、はいはい、まあ、レベル1はこの基本的にはまあヒット時にランプと、はい、に移行する技で、まあ、無敵時間とかはないので、まあ、暗転返しには使いにくい、まあ、基本的に連続技専用って感じですね、はいはい、レベル2、はい、まあ、これがレベル3以上で使えるようになるんですけど、フランク自身がレベル3以上でってことですね、はいはいはい、まあ、これ無敵、かなり発生後まで無敵が持続するので暗転返しに使えるので、はい、まあ、ぶっ放しとかでもかなり使えるんじゃないでしょうか、ね、なるほどなるほど、はい、次がケースウエストのレベル3、はい、これは突進中の無敵がさらに時間が伸びて、はいはいはい、割り込みにさらに使いやすくなる。ああ、なるほど。で、まあ、フランクのレベルが5じゃないと使えないんですよね。4からです、ね。あ、4からです、ね。はい。あ、なるほど、なるほど。ああ、じゃあ、まあ、これね、強力なだけあって、やっぱり。そうですね。レベル3並みに、レベル3ハイバーコンボ並みの威力があるので、まあ、コンボに組み込むといった使い方がいいですね。はい。さて、以上で必殺技の紹介が終わるんですけども。はい。はい、まあ、注目してほしいのは、ハイパーコンボの使い方っていったところですかね。はい。まあ、デッドライディングはレベル1の時はデッドライディングの方がケースウエストより減るので、コンボはそっちを使うといった感じですね、はい、レベル3からはケースウエストを使う、はいはいはい、まあ、これを理解してはコンボのダメージを、まあ、使い分けが重要だということですね。コンボのダメージを伸ばせるんじゃないでしょうか。なるほど、はい、じゃあ次はアシストそれぞれ見ていきましょうか。そうですね、はい、はい、まずはアルファアシストから、はい、ショッピングカート、はい、これはアシスト専用の必殺技ですね。はい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 、これはショッピングカートを持って突撃する、はい、なので攻撃発生が早くて、はい、地上のけ取りなんですよね。なるほどなるほど、としても、まあ、高速時間も長いしってことですよね、はい、コンボやこのガード崩しいろんな局面に使いますね、はいはい、ベータ How to use、はい、How to use、 これはもう L 版の How to use を出すと、はいはいはい、はい、これはフランクのレベルによって攻撃手段変わりますね、はい、あ、まあ、レベル3になるとデッキブラシ、なるほど、レベル4、5になるとチェーンソー、チェーンソーで、はい、チェーンソーまでいくとかなり攻撃力も高いので、アシストとしてはかなりの火力でしょうね。そうですね、16万ぐらい減りますからね。あ、なるほど、はい、ガンマ、これナイスドリンク、ナイスドリンク、はい、これは自分のハイパーコンボゲージを増加するあのモリガンと同じタイプですね。あ、なるほどなるほど、はい、まあ、隙も少ないのでこの相手が攻撃されないところでうまく使ってゲージを稼ぐと、はい、はいはいはい、はい、いった感じで使ってますね、はい、はい、ということで以上でアシストは終わるわけなんですけども、はい、どうなんですかね、何が一番、まあ、とりあえずアルファのショッピングカートがまあ鉄板かなってところですね。はいはいはい、まあ、ベータもね、発生も早いしっていうところですね。そうですね、ベータも結構ハウトユーズもいいんですけど、まあ、あれはレベル上がる前提みたいなところもありますからね。なるほどなるほど、まあ、とりあえずアルファを選んだけど問題はないでしょうかね。はい、じゃあ次から連続技見ていきましょうか、はい、まず1個目の連続技です、はい、これはレベル1でもできる基本的なコンボですね、はい、叩きつけた後にジャンプしてからハウトユーズも H 番でダウン、H 番で、すぐにエリアルで追撃、はい、繰り返した最後はこのスナップショットから、まあ、レベルを上げつつケースウエストで締めると、ね、そんな感じですね。なるほどなるほど、ここが2連続技2、はい、これは画面端限定のコンボですね、はい、この空中版の L、ハウトユーズ、はい、少しを稼ぐ、なるほどなるほど、まあ、これ少しを稼いで、はい、ね、レベルアップの起点にしていただければ、ああなるほどなるほどですね、はい、まあ、1人でもレベルを稼ぐ、ね、稼ぐためのパーツですね、はい、次は空中内からの追撃、はい、これはレベル3以上限定なんですけども、はい、H ハウトユーズでダウン落ちしてバウンドさせて、はい、拾う、はい、まあ、ラウンドハウスキック で、 そうです、ね、拾ってから、レベル1の時は、はい、この H ハウトユーズから直接ハイパーコンボで追撃する感じですね。若干安くなってしまってますね、はい、次は応用連動技、応用連動技、はい、はい、これはかなりダメージの高い画面端限定の連動技ですね。ああなるほどなるほど、この L ハウトユーズを複数組み込んで叩きつけると、はいはいはい、 H ハウトユーズでダウン落ちで、 M ハウトユーズで壁バウンド、ラウンドハウスキックでハードダウン、さらにラウンドハウスキックでダウンを位置してハイパーコンボと、あーなるほど、まあ、これレベル4以上じゃないといけないですね。そうですね、レベル4以上限定のコンボですね、はいはいはい、以上で連続技の紹介が終わるんですけれども、はい、まあ、やっぱりあれですかね、さっきのねハウトユーズのパーツっていうのは、まあ、高レベルではあればあるほどダメージがアップする、ダメージアップしますからね、うん、あれをまあ画面端では狙っていきたいなっていうところですかね。 H ハウトユーズの浮きがレベル1には低いので、はい、ちょっと追撃が難しいので、はいはいはい、そこだけ気をつけてコンボを決めていってほしいですね。なるほど、わかりました。じゃあ次は応用テクニック見ていきましょうか。そうですね、はい、
はい、ではまずご用意テクニック1個目です、はい、フライングドッジを使った裏回りのテクニックですね、はいはいはい、まあこれワープ持ちで毎回紹介しているパターンと、ね、同じやつですよね、まあ、キャプテンアメリカの側転と同じで通常技と一緒にバリアブルアシストを呼んで前転で、はい、なるほど、まあ、裏回りでタイミングくれるよと、ね、バリアブルアシストの発生によってこの前転のタイミングをちょっと変えれば分かりにくくなりますね。なるほど、はい、では続いてが応用の2個目、はいはい、まあ、このスライディングはかなり牽制技で強い攻撃なんですけど、はい、まあ、その最中に相手の動作を見てジャンプしてたら、はい、ハニーフェイスクラッシャーで、まあ、対空しよう、まあ、レベル3以上だったらば、それで対空して、でまあ、このあと追撃入りますよね、そうですね、コンボでダメージ、相手が地上でこういう時飛び道具出してるから、はい、無敵時間のあるケースウエストで抜けつつ攻撃、まあ、状況ごとに必殺技変えてって形ですね、そうですね、ハイパーコンボ使いますよって感じですね、はい、これが、はい、かなり重要なこの、タケノのコンボからフランクのレベルを上げる。ああ、なるほど、なるほど。じゃあ、これバージルで今、これもヒット数稼いでる状態から、はい、生交代でフランクが出てきて、パシャリ。はい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 。これでいきなり、もうレベル4ですよね。もう4ですよね。4で登場するので、まあ、かなり優勢に戦う。ああ、なるほど。バージルとかね、相性のいいキャラクターですね。はいはいはい。これが次が、まあ、今回紹介するノバですね。ノバ、はい、まあ、このキャラクターのハイパーコンボは非常にヒット数が多いので、はい、かなりヒット数稼げると思います、はい、でさらにこのハイパーノバです、はい、これは最終弾まで当てなければハードダウンするので、はい、空振ってパシャリと、はい、でさらに弾を落ちてパシャリと、はい、おいきなりレベル5が誕生しましたこれもかなり相性のいい組み合わせですね。なるほど、ということで、はい、以上で、ま、応用テクニック紹介が終わるわけなんですけれども、はい、まあ、フランクはこの3番目のテクニックで紹介したように、はい、タケノのコンボからいかにレベルを上げて強い状態で登場するか、はいはいはい、まあ、それがかなり大事なキャラクターなので、はい、まあ、タケノのチームエリアルコンボからフランクを登場させてヒット数を稼いでダウンを位置したり、はい、まあ、他にはあの切りもみ状態になる必殺技、まあ、ダンテの、ね、ミリオンダラミリオンダラ、はいはいはい、あとは、ロケットラクーンのロックンロールとかロックンロール、はい、まあ、そういうものから、はい、あのパイ投げケースウエストで現れてパシャリとして、パシャリとカメラを、はい、そうですね、そうやってヒット数を稼いで経験値を一気に上げてレベルを上げると、はいはいはい、そういった流れをいかに作っていくかと、まあ、フランク単品じゃどうしてもちょっと限界ありますから ね、 そうですね、レベル上げるのにもね、うん、まあ、今回紹介したバージルとノバ以外にも適したキャラクターはいっぱいいると思うので、もちろんそれはそうですね、はい、皆さんでね、ぜひ探していただければと、フランクのベストパートナーを探してほしいといった感じですね。はい、